アメリカ海洋大気庁の所有するロングイージー・ルータンロングイージーとは、アメリカの航空技術者、バート・ルータンが設計、発売した複座の組み立て式飛行機である。1979年発飛行。エンテ型、推進式のバリージーの改良型として設計され、燃料搭載量を増やすことで、航続距離が大幅に増加している。 バリージーと共にベストセラーとなり、その設計は後の組み立て式飛行機に強い影響を与えた。ロングイージーはバリージーの改良型として開発され、原型機の初飛行は1979年6月12日に行われた。バリージーとの主な違いは胴体が延長されて主翼面積が大きくなっている点である。これにより燃料を含む積載量が増え、 内部スペースも広くなった。またエンジンには、ライカミングエンジンズ西欧 -235 を搭載しており、バリーイージーでの機種部のバラストは廃止された。操縦席は、ンリクライニングシートで、ジョイスティック的な操縦桿が、右側の肘掛けに設置されている。機体仮面には、エアブレーキを備え、主翼端のラダーを外側に展開することでも、エアブレーキの代替になる。 ロングイージーは、バリージーよりも長距離飛行を目的とした設計がなされており、200リットルの燃料で時間にして10時間、距離にして2 5 0 0トルの飛行が可能になっている。また、後席に燃料タンクを積めば航続距離は7 7 0 0トルにまで達する。オプションとして、小さな荷物を運搬するためのトラベルポットがあり、主翼下に装着できる。 1980年から1985年まで組み立てキットとして販売され、2005年末の段階では約700機のロングイージーが連邦航空局に登録されている。小型機ながら長時間の飛行が可能なため、アメリカ海洋大気庁は二酸化炭素や水蒸気の空中測定にロングイージーを利用している。歌手のジョン・デンバーは1997年この機体を 操縦中に墜落死した。不慣れな機体で操縦席から見えない位置にある燃料装置がわからなかったのが原因とされる。アメリカでロケットの開発を行っているザッカーエアロスペースがロングイージーのエンジンを2機のロケットエンジンに換装した実証機を製作している。この機体はザッカーイージーロケットと呼ばれた。これを元にして ロケットレーシングリーグ向けのレース機を開発する予定であったが、最終的には EG ーーロケットではなく同じく組み立て式飛行機の Velocity SE がベースとして使用された。2008年1月31日にアメリカ空軍研究所はカリフォルニア州モハーベ砂漠でパルスデトネーションエンジンを搭載した改造機の初飛行を実施した。同期は 国立アメリカ空軍博物館で展示されている。主翼にトラベルポッドを装着したロングイージールータンの制作した組み立て式飛行機。ありがとうございます。